集大成バタバタですよ。集大成って感じじゃない、ない気がする。まあでもなんか本当に昔みたいな感じですよ。逆にあのセットリストも今のところ毎回変わってるじゃないですか、うん、とか。実は名古屋なんですよ。どこやってもあの受けない、感じであったんですけど、本当10年前ね、はしけっていうのを出してツアーもあったんですけど、まあ、大阪で大失敗、京都で大失敗、でもうやばいなってなってどうしようってなったんですけど、立石くんが、組んでくれた KD ハポンの企画で初めていいライブできたなっていう感触を得まして、まあ、それあって、やれております、本当に感謝です。ありがとうございます。あざした。楽しかったですね。やっとまとまりましたね。腰が痛いです。なんだよ。ツアー回ってまして、今日セミファイナル、さすがにですね、皆さん感じるでしょう、だいぶ調子いいです。ありがとうございます。まあ昨日はもちろん100点出しましたよ。でも今日ね156点ぐらい出るよ。4公演あっという間でしたね。早い、2週間くらい、2時間半、2日連続、早い早いです。セットリストすごい変わりましたけど、どうですか、うん、今の多分これ見てスタジオコースト来る人はかなり楽しめるんじゃないかと思いますね。熟してきた、うん。